今年2年目のこの選手、いまだに1軍出場はありませんが、昨年の前半戦は一時ウエスタンリーグで2軍首位打者に立つなど阪神ファンを騒がせており、一時は打率4割をキープしていました。二塁打を頻繁に打つため二塁打製造機とネットで言われていたことも。しかし疲れが出たのか後半戦に失速、最終的には93試合出場で打率2割4分8厘と1年目としては上出来ですが、序盤で見せた非凡さを知っているがゆえに少し物足りなくも感じてしまいます。この期待の2年目の若手とは、いつぼひなせ外野手。いつぼ自身、終盤で成績を落としたので1年通して成績を残せるようにと昨年の反省を生かしてさらなる飛躍を目指しています。入団当初、3年後には1軍でレギュラーを取れる選手になりたいと述べており、そのためにも2年目となる今年は、いつぼの野球人生にとって非常に大切な1年になることでしょう。今回の動画では、いつぼひなせの現状と課題、どんな選手になっていきそうか、皆さんと一緒に考察していきます。近本の後継者、能力非凡な姿勢を見せ、和田豊2軍監督も高評価。中学時代は八王子シニアでプレーし、2019年の U15 アジアチャレンジマッチの日本代表にも選ばれています。中学卒業後は関東第一高校に進学し、秋には1年生にして4番を務めていました。しかし、その後米沢監督から考え方や取り組みが甘いと指摘されて、2年の春と夏はベンチを外されてしまい、秋から復帰しました。3年の春には東京都大会で優勝し、関東大会でも準優勝。ただ残念ながら甲子園大会出場経験はなく高校を卒業しています。高校通算は32本塁打で、高校時代は公式戦で一度しか三振をしたことがなく、驚くほどのミート力を持っています。また50メートル6秒の俊足で、高校時代は投手を兼ねていた時期もあり、最速144キロという強肩も持ち味の一つです。高校卒業後は阪神からドラフト3位で指名。走攻守に優れており、近本の後継者として指名されました。指名を受けたいつぼは、広角に打てる打撃や足を使った守備、走塁を見てほしい、トリプルスリーを目指したいと意気込んでいました。軸足に体重を乗せる独特なフォームが特徴的で、楽天の浅村秀人や中日の中島博之に似ており、トップが深いフォームです。普通はトップが深いと三振が増えてしまいがちなのですが、いつぼはそうではなく、ここからも非凡さを伺うことができます。入団直後の2軍春季教育リーグでいつぼを見た和田2軍監督は、打席でいい雰囲気を持っている、ヒットにはならなくても凡打の内容もすごくいい、高卒1年目でプロの投手にしっかり対応できていて積極性もあると、いつぼの打撃センスを高く評価。特に初めて対決する投手が多い中で初球から対応していく、非凡な才能があり、見ていて期待が持てる打席が何打席もあると対応力について一目置いていました。甲子園での活躍はなくとも、ドラフト3位という高順位で指名された理由がよくわかりますね。岡田監督の現役時代を目標にするいつぼ。一時は2軍の首位打者に上り詰めるなど、昨年のいつぼのシーズン前半のインパクトは凄まじいものでした。北川2軍打撃コーチも、高卒新人としてここまで成績を残すのは立派、打ち方は独特ですが打撃に関しては他とはちょっと違ったものを持っていると目を見張っていました。2軍とはいえ、投手のレベルは高校時代とは比べ物にはならないほど高いです。なぜ高卒新人がここまで成績を残せたのでしょうか。北川コーチによると、体重移動が少ないのでブレが少ない、ボールを長く見られるので詰まっても泳いでもヒットにできるし、ボール球を振らない、だからこそ率を残せているとのこと。一軍では同じ外野手で当時高卒2年目の前川が徐々に活躍、二軍で経験を積み結果を残す先輩の姿も気になるところですが、いつぼは自分はまだ1年目、まずプロのレベルに慣れていくことが大事だと思っている。
もちろん 3,4 年後ぐらいには一軍で勝負できないといけないと冷静に自身を分析していました。ただシーズン後半から一気に失速、これはおそらく夏場を通して疲れが出たと考えられます。プロのようにほぼ毎日試合があるという生活を高校では当然経験していません。高卒1年目ということもあるため、シーズンを通して戦える体力を備えることがイツボに関しては非常に大切だと言えます。そして課題を克服するべく臨んだ秋季キャンプで、岡田監督はイツボを強化指定として指名していました。一軍出場はなくともしっかりと二軍の期待できる選手には目をつけているというのがわかりますね。岡田監督はイツボについて、あの打ち方を見てみたいとコメント。グリップエンドを顔の横付近まで上げるイツボとは対照的に、傘を差す位置でバットを構える雨傘打法理論を岡田監督は持っており、あのスタイルでやってたわけやろ、あんまり変えてしまって自分のええところなくしてしまうのもあかんからな、それは見てからよと、まずはじっくり観察する様子でした。岡田監督が気にかけているとなれば、イツボもかなり気合が入ったことでしょう。秋季キャンプを終え、1月に行われた阪神新人合同自主トレで、イツボはこれからプロ仕様の打撃を作り上げていく中で、お手本として現役時代の岡田監督の打撃フォームである岡田打法を研究し、成長の糧にするという考えを明かしました。ボールを捉える技術がすごい。自分がこれから伸ばすべき部分だと思うので参考にしたいですとコメント。動画でイメージをつかみ、打撃進化のヒントを探っているそうです。監督は傘を持つようにリラックスした雨傘打法を提唱しており、自分もなるべく体に力を入れたくない、そういった感覚は似ているかもしれないと共感、話を聞いてみたいと直接の指導を心待ちにしていました。そしてその希望通り、自主トレ中に監督から直々に訓示を受けました。監督さんの言葉を聞いて、より一層やる気が出たと気合十分の様子。バッティングをしっかり準備してきたので見てもらいたいと、打撃でのアピールを決意しました。鍛えられるところは全部一流のレベルに上げていかないといけないと、岡田打法から技術を吸収し、強打の外野手へと成長を目指します。岡田打法が開花、4月に打率3割、出塁率4割をマーク。イツボの現在の2軍成績については、4月は常に3割台をキープしており、高卒2年目にして覚醒の兆しを見せていました。このような好成績を残し続けている裏には、フォーム改造の成果があったようです。構えて打ちに行くときに、準備動作としてバットのグリップを上下に振るアクションをヒッチと呼ぶのですが、イツボはヒッチを入れるのをやめたんですよ、少し上体を起こして足を引き上げるようなフォームにしましたとコメント。このヒッチは昨年までのイツボのバッティングフォームの一番の特徴だったのですが、今季はこれを手放してシーズンに挑んでいるというのが昨季との大きな違いです。イツボは去年、プロの力強い速球に対して遅れることを悩んでいたようで、その課題を克服するために今季からヒッチを取り払ったそうです。先ほど言った岡田打法を参考にしたのだと思われます。その結果、まっすぐをしっかり捉えられるようになったと効果を実感しているようです。4月5日の2軍広島戦では、球界屈指の好投手である森下雅人と対戦。いい投手と対戦できることは嬉しいですね。やっていて楽しいですと、3打数3安打。フォーム変更から手応えをつかんだようです。すごく楽に打席に立てるようになりました。去年は緊張というかガチガチになってしまう時もあったんですけど、そこが変わったところの一つですね。技術はもちろん、メンタル面でも一回り成長したのがわかりますね。そして技術面で特に大きく成長したのが選球眼。一時期は出塁率4割以上をキープしており、昨シーズンの2割9分3厘より1割以上もの改善を見せました。ヒットを打つだけでなく、フォアボールも選ぶことができるようになっているのがわかります。
また外野3ポジション全てで起用されるなど、起用の幅が広いのも心強いです。このまま順調にいけば1軍初出場も十分狙えますね。ただ5月から少し失速気味で、3割以上あった打率は5月14日現在2割7分5厘で、4割以上あった出塁率も3割1分8厘まで落ちています。長いシーズンを戦えば調子の波というのは当然出てくるので、ここからどれだけ調子を上げていけるかが今シーズン1軍で出場できるかの鍵を握っていると思われます。このまま調子を上げられなければ、去年と同じような結果で終わってしまうことでしょう。去年の後半のように失速し続けてしまうのか、それともこれから盛り返すのか、いつもの成績に注目していきましょう。阪神の期待の星、いつぼひなせを応援するという方は、いいねボタンをよろしくお願いします。今回も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。